上川外務大臣は自身の SNS で9月の自民党総裁選に出馬したい考えを初めて対外的に表明しました上川外務大臣は自身の SNS 上で今日昼過ぎに岸田総理に私の決意をお伝えしたとした上で午後は議員会館で私の思いを伝える電話かけと発信しました上川氏は解散を決めた岸田派に所属していますが岸田派では 座長を務めていた林官房長官がすでに出馬したい考えを岸田総理らに伝えています。このため、上川氏は紛争の予防や平和構築に女性が主体的に参加する枠組みである WPS の議員連盟のメンバーらを中心に声をかけていて、派閥にとらわれない形で推薦人を確保できないか模索しています。もし推薦人確保のめどが立てば 会見を開いて出馬を正式表明したい考えです。